前田森林公園は北海道札幌市手稲区にある公園。札幌市の市街地を公園や緑地の帯で包み込もうという環状グリーンベルト構想における手稲緑地ゾーンの拠点として計画され、何もないところから新たに森林を作り出した公園である。1982年から10年をかけて完成した。ふるさとの森、集いの森、 野鳥の森と園内の半分を森林が占めており、約60種類数約7300本を植栽している。公園全体ではハマナス5800株や樹木、記念樹を合計7300本植栽している。花木園では8種類約4000本を植栽している。園内には野球場、球技場、パークゴルフ場などの運動施設、芝生広場やバーベキュー広場などがあり、 子供から大人まで楽しむことのできるレクリエーションの場となっている。自然観察、植物の廃材遊び、富士が咲く時期に、富士祭りなどのイベントが開催されるほか、冬には歩くスキー、スノーラフティングを楽しむこともできる。2009年に北海道旅客鉄道手稲駅で発売された手稲国勢20周年記念入場券。 札幌市内の郵便局24局で発売された札幌市テイネククセ20周年記念オリジナルフレーム切手のデザインに採用されたカナール、夏カナール、秋。ありがとうございます。